はい、お久しぶりです。久しぶりにですね、レビュー動画を編集しましたので、ご紹介します。ブログ連動動画になります。今回ですね、iPad5 用 Bluetooth キーボード付きハードカバー。すごいな。なんてことない、キーボードがついたらね、ハードカバーになります。これね、右のやつですね。左はですね、これ iPad5、第5世代の iPad になります。なかなかね、使う機会がなくて、遊んでいたものをなんとか使いたいということで、今回ですね、この商品を買ってみました。うまくいけばブログでですね、今ブロガーですから、今ねブロガーとして使ってみたいと。これね、今ついてる黒いのは、底辺になりますね。ゴム足ですね。ハードカバーのいいところは、底辺がこの iPad の面積で済むと。結局自立するんですね。なんていうんですかね、モニターを支えなくていいので、ノート PC のように使えます。これ色はですね、iPad5 と同じですね、ゴールドになります。で、開いてる穴は各種機能がある穴ですね。まあ、その Apple マークはご愛嬌ってことですかね。これでですね、何か物を書くというとですね、iPad はこの巣だったですね、意外と書きにくいんですね。フリックはこんなでかいし、ソフトウェアキーボードですと半分の面積覆っちゃうもんですから、やっぱりキーボードが必要だということで、今回買いました。キーボードはね、いっぱいその辺に転がってるんですけども、まあ持ち運びの面からキーボード付きカバー、キーボードはね、普通一般的なサイズですね、iPad の大きさです。で、ここがですね、ちょっと厄介なヒンジ部分、ここに iPad が乗るんですが、ここがですね、どこまで耐久性があるかというところですね。まあ、ハードカバーはいずれにしても、ここがポイントになります。ただしね、自立できるので、角度もね、少し自由に効くので、本当にこれがうまくいけば、ノートパソコンみたいな感じで使えますね。キーボード配列は Windows キーではなく Mac 寄りですね。ファンクションもありますね。一応使い方は、セッティングも含めてマニュアルが英語と中国語ですね。お決まりですね、中華製はね。まあ、英語はあればみんなあるでしょう、皆さんね。大した英語ではありません。まあ、キーボードはですね、比較的、使いやすそうなピッチになっております。ここがですね、マイクロ USB の充電ポート。本当はね、電池が良かったんですけどね、バッテリーはね、ちょっと怖いですね、消耗がね。まあでもですね、電池の挿入口はありませんので諦めます。ここがマイクロ USB です。で、商品来た時はね、充電されてないので、皆さん充電してください。跳ね返りはですね、比較的良好です。ちょっと跳ねれる傾向にありますけども、押してる感はありますね。いいと思います。ただちょっと壊れが早いかも。あとですね、文字がかすれる可能性はあるタイプですね。まあ、これはしょうがないですね。値段がですね、3000円から7000円ぐらいの価格帯になります。Mac キーみたいな感じなので、ファンクションは書かれていないです。日本語入力はこの地球儀でいけます。上はですね、絵が描いてあるので、これがちゃんと動けば問題ないと思いますけど、どうでしょう。コピーペーストはですね、さっきうまくいきましたけども、どうでしょうかね。まあ、これは使ってみてからになります。キーボードとすると総じて問題ないと思います。さて、じゃあ接続をしてみましょうか。接続といえばですね、 iPad をくっつけてみましょうか。まあ、こんな感じですね。まあ自立するのはねいいとこですね。ソフトタイプですの、固定をする方法がやっぱりなんですかね、カバーでやらなきゃいけないのでちょっとね、面積が大きくなります。でこれはめ具合なんですがそれほど悪くないですね。落ちそうにもないと、穴位置も頑張ってると思いますよ。カメラ、ボリューム、それからアップルマーク、ライトニング、それからマイク、イヤホンジャック、スピーカー、ちゃんとしたとこにちゃんと穴が来ております。閉めるとですねちゃんとスリープも効きます。でこれでオン、こちらからですね、こちらで、電源が入ります。今まだコネクトしてないんですけども、ペアリングをしてあればこれで使えるような状態になると思います。まあ Bluetooth はですね、最初だけペアリングしなければいけないので今からペアリング設定をしてみます。これがですね、ひどい商品になるとペアリングしにくいんですが、距離はないので普通だったら一撃でつながるはずですね。ここはマニュアルを見ながらいきましょう。英語表記のマニュアルですね。大したことないです。こうですね、ワイヤレスコネクション、Turn on Bluetooth function on your iPad。Bluetooth の設定でオンにしろよと、してない人はオンにしてください。他の機器をね、つけてる人はもうオンでしょう。で、キーボードの FN プラス C。これで、Bluetooth 信号の発信になります。ここですね。FNC、青くマーキングされてます。でコネクトのランプがつきますんで、今のところですね、画面に iPad 側に出てきますので接続するとペアリング完了。これで接続済みになります。ここですね、接続済みですね。これで OK です。さもないですね。でこれで使えるようになったので、あとはいろいろやってみてください。私的にもですねいろいろやりましたけれども、現時点ではそれほど困ったことは起きておりません。先ほど言ったようにですね、ハードタイプは自立する関係でヒンジの部分にストレスがかかるので、ヒンジ部分の故障、歪みによる、閉じてもスリープしないとかですね、あとはバッテリーが全然ダメになったとかですね、そういうことは考えられます。ただ非常にノート PC として使える可能性も秘めてるので、頑張って使ってみようかなと思います。これでね、ブロガーとしてうまくカフェなんかでこれが使えればですね、ちょっとかっこいいんじゃないかな、そんな気がするね。はい、今日はこのぐらいにいたします。もしよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは今日は終わります。はい、終了。